暑い時に昼飯食べた後ここで横になるんですよ。カセットコンロもありますね。すべて手作りだから。あ、いいですねこの休憩所、なんか秘密基地みたいで。そう、ちなみにお住まいは街中ってことですか？そうそう。でそこから毎日ここに通われてるっていう感じなんですか？今お仕事は平成10年までは